はい、こんにちは、高橋優斗です。本日は松尾育呂にフォアハンドを教えてもらいに来ました。ちょっと緊張でカミカミなんですけど、あの今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。フォアハンド、フォアハンド、僕ちょっとこうプロ、まあ、1年目で、まあ、いろんな選手と打たせてもらう機会が多くなってきて、やっぱその中でこう自分の準備の遅さにちょっとこう壁を感じていて、まあ、逆にこの準備を早くすることができればまた、まあ、可能性が広がっていくんじゃないかなって思ったので、まあ、選手でもありコーチでもある松尾さんにちょっと準備をどうしたら早くできるようになるのかちょっと教えてもらいたいです。あの準備で大事なのが手で引かないことなんですよ。手で引かないこと、やっぱり手で引くとこう大きくどうしてもなりがちなんで、僕が意識するのは大体まず構えからなんですけど、構えをできるだけリターンだろうがこう打ったそのラリーの時だろうが結構前に構える、前に構えて体から離すってことですね。体から離す。なるほどなるほど。それで単純に来たらフォアに来たらボディーターン、腰からおへそからしっかりターンする。ここからこうターンするときに手で引くのがよくないですね。なるほど、なるほど。体が回ってこない、体もついてこないんです。そしたら手でこうやって引いて早く準備しちゃっても、この打点、大事なテニスで一番大事なのって打点じゃないですか、はい、この打点が手で引いちゃうと見失っちゃうんですよ、うん、要するに常に張りのある状態をこの作ってあげた方が、はい、やっぱりパワーをうまくこの打点に伝えていけるんで、なるほど。そのために体の前に準備をしておいて、うん、来たらおへそから一緒に、腕も一緒にひねったりしておいたり。だから7割の準備をまずしてあげればいいです。7割の準備、もう 100% こうやって引きます、そして動きます。じゃあちょっと窮屈な動きになっちゃうので、はい、ある程度5から7割ぐらい自分の一番このいいひねりに対してある程度こうスイッチを入れてあげる。なるほど。それでボールのところに早く行ってあげる。そこからこう、うまくこう連動、体を少しひねり出して、打ちにかかるっていう、それが一番やっぱり選手であれば、一番重要かなと。やっぱりこう、ある程度こう、最初からこういう人って多分、そこまでいないと思う。ある程度、5割か7割ぐらいこうひねって、こっからこうやってボールのところに入って、こっからさらにこう、一瞬ひねりのモーションが多分あると思うんで、最初から引き切らない方がいいかな。アルカラスなんか特にそうですよね。そういう構え方で最後にガッていくじゃないですか。そうね、この辺だいたいだからもう先に準備しようとしたらこう大げさに、まあ練習だから多少大げさにやるのはいいかもしれないけど、こう行き過ぎると動きが若干こう詰まっちゃうというか、そうですね、そうなると思うので意識してやっててそこがすごい難しいところだなと思って、ちょっと詰まっちゃう。でも慣れてないっていうのもあるのかもしれないですけど、すごくぎこちなくなっちゃうっていうのが課題であって、まずはだから本当にこう構えてスイッチを入れてあげるぐらいで十分だと思う。これだけ意識すれば、あとはここから打点に戻していけるというか、ひねったものってやっぱり戻っていくこの原理があるので、だからしっかりまず状態から手でこういくんじゃなくて、一瞬こうおへそも斜めに向けてあげて、こうひねりのスイッチをしっかり入れてあげて、ボールのところに入るところをスライドしてあげるっていうのがすごい重要かなと。これフォアバック感覚的にはどのぐらい回すんですか、その本当に数センチぐらいですか。腰も入れるんだけど、やっぱりこう、こっから動きが、もちろんこっから多少はこのなんだろう、こう動きが動作戻ったりするんだけど、はい、そんな細かい話ではない。まあめちゃくちゃ複雑じゃん、やっぱり動きって。そうです、ね、うん、ただ一瞬来た方向にその状態を入れて動いてあげて、感覚としてどれぐらいだろう。おへそがここだったら、ひねった時にはちょっとこう、ほんとちょっとですよね、ほんとちょっと動くぐらいで、厳密に言うとやっぱこの股関節からちょっとひねられるかみたいな、うん、おへそをどっちでもいいんだけど、おへそをこう動かすと股関節も動く、はい、やっぱり股関節を動かすっていうよりもおへそをこうちょっと動かしてあげた方が分かりやすいかなと。なるほど。やっぱ丹田って言われるだけあって、ここに意識って持ちやすい、うん、だからそれ全体、ここら辺をぼんやりとこう横に向けてあげるだけで、股関節を入れるとなるとちょっと難しいかもしれないから、硬い人はなおさら確かに、うん、だからちょっとおへそのところをこう一瞬こう横向けてあげる。それに
前に構えてたら自然と2、3割、まあ、僕7割って言いましたけど、これだけでもいいかもしれない。これ準備パッと、これから動き、から動き出して、だから全然よく二度引きはダメだって言われるけど、ある意味僕は二度引きは OK なんですよ、ね、これがまず1回目だとしたら、ここから動いていってもうちょっと回していこうかっていう、ある意味二度引きなんで、僕はだからあのレッスンとかでも全然二度引きしていいんですよ、うん、ただこっからこう腕でパッと引いて、こっからまたこういうのは良くない、腕で引く二度引きは良くないです、うん、ただボディーターンで行う二度引きは全然二度引きではないので、もうむしろ普通に行うことなんです。そうです。だから構えとしてはまず大事なのは体から離すこと、そこから1回目引く、はい、1回目こうおへそを回してきてあげる、少しひねってあげてボールのところに行って、そこからおへそを戻す動作の時にちゃんと加速させてあげる、要はフォアハンドというか、まあ、どのショットも大事なことかなと。まずこの仮の段階の準備を早く、早くする、そうパッとどっちが最初の瞬間に打つ時の準備の前のもう最初の段階、うん、来てフォアって分かった時のこの出しの時におへそもしっかり斜めに向けて、うん、自分の打点の方向に向けてあげるって感じ、はい、なるほどなるほど、あその打点の方向に向けて、打点の方向に向けて、打点をこうおへそでこうトライっていう、はい、そういう感じでバーッと、なるほど、まずそれが構える大事なことか、構えとかフォアを打つ上で、うん、やっぱパワーのあるフォアを打つ上で結構重要なことだと思う、うん、それができないとやっぱりこう手で引いて、まあ、特に女性だと多いですけど、男性でも全然こう腕っぷしでやろうとしてこうやってやる人いるんで、うん、じゃなくてやっぱり力を出すにはやっぱりこの大きいお尻だとかいろんな大きい筋肉を使っていかないといけない、うん、そうなった時にスタンスもしっかり広く取らないといけないし、やっぱこの張りを持たせた膝でワッピンで突っ立ててもダメだし、でここからこれしっかり柔らかく使えたら、あとはこのうまくさっき言ったひねりを加えれば、この大きい筋肉をこう使ってちゃんとこの打点に伝えていくことができるから、だってここもさ大きな筋肉、はい、一番パワーがこう中間地点だから、下半身からこう上に伝えてきて、ここに至るまでの一番大事なこの役割を果たしてるんだから、このひねりっていうのはやっぱりすごいですよね。なるほど、じゃあちょっと実際に試してみてもいいですか。いろいろ試したんですけど、持ってると話せなくなっちゃう。緊張した場面でさ、わーって離れなくなっちゃう。近くなっちゃうのじゃ逆に打点がこう。そうなんです、そうなんです。それで迷った結果は持っているつもりで、でここにあるなんでここに置いてるかっていうと、まあここにあることでラケット引いたらもう勝手にターンができた状態になるじゃないですか。っていう意味で一応ここに手を持って。地球も本当に近いところに来る。そう、じゃあ持てばいいじゃんって話なんで。多分右手一本で持ってるから、ここでこう力入ってこない。そんなことはない。いや入ってます。入るときあるで、ガシャったりとかしない。しますよ。するよね。多分それは課題の一つかもしれない。もし、やっぱこう長いラリーになってたときに、こう欲しくなってきたら、ちょっと右手一本でこう持ってたら、こっからこう力んで。ああ、あります。だからそこでちゃんと力抜いて、ここで
持たせて、うん、ちゃんと必要な時にこう加速していけるようにすると、ここの今握って出てくるって言うんですか、こう出てくる感覚がなくてエンドから出すぎてこういっちゃう時があるんですよ。結構ね、こうスイングの過程で握ってボールの下から捉えて加速してっていうのが、まあ、理想的じゃないですか、うん、それができない時があるんですね。こういうもん握ってこう、そうで、それで調整するためになんとか面寝かせてギャッて かけてるからスピードはちょっとあるんだけど、その後伸びないちょっとスピン系のボールみたいな、そう、そこがちょっと今課題かもしれないですね。確かに。でここじゃあ逆に持ってみたら分散してちょっと一回やってみます仕分けがしっかりできれば、うん、全然上いけるんじゃないかな。それこそ今練習してもらってる今井慎太郎さんとか、ね、今井慎太郎さんはすごい直球のもうスペシャリストみたいな。慎太郎の方はえぐいよね。えげつなくて、もう、ま、それも結局準備が間に合わなくて、うん、もう弾かれちゃう、うん、でも現に、ね、海外で戦ってる他の選手はそのプレーに対して対抗してるわけじゃないですか、うん、いやそこで準備の速さとかが、まあ、ポジションもあると思いますし、そもそもそのボールを打たせないっていうことをしてるのかもしれないですけど、でも、ね、やっぱそこにまずそれを必要最低限返せる能力がないとそう対応できないかな。どういう例えばその慎太郎とかと今井選手とこうやったりとか、まあ、他の選手もそうだけど、どういうミスが多くなる、対応できないっていうの。早い、特に早い時はもう振り遅れて、うん、ラケットが出てこないで、ミスで、しっかりカチッて当たったかなと思った時はもう面がつけてなくて抜けていく。準備が大きいっていうか、ここでのこのちょっとだから、なんだろう、コンパクト、そう、コンパクトこの円自体、このセット自体の全体の動きを小さくしてもいいと思う。もう少し多分こう速いラリーの時、速いペースのラリーになってきた時も同じようにこうやっていくから出てくるのが多分落ちてくるのが遅くなると思うから、その全体の自分のこのフォームっていうのはフォームとか変えないで、それをまあ、まあコンパクトになってくる、コンパクトっていう言い方になるんだけど、ここら辺を全部早めていく練習した方がいいかもしれない。なるほど。この動きとかも全部右足のこのためとかも来た時に、俺とかその感覚はもともと自分があんまりこうテイクバックとかしないタイプなんで、後ろ全然いかないですよ、いかない、前もうだから本当言うと遠くに引いて、遠くにこっちに引いてこう寄せていく感じ俺は。ああ、なるほど。だから後ろに行かない、こっちの高橋君もちょっとこうひねりを大きくして、ここのなんだろう、しなりというかこう大きく使うじゃん、使います、こうやって溜めて、それは俺ないから、だから俺あんま振り遅れとかないんだよ。そうね、人生で本気で振り遅れたことはあんまなくていや、もうあのフォーム見てたらそうだろうなって感じです。むしろこう間に合い、あこれ早いね、やばいなってなった時にもうこっちで早く持ってくる、うん、卓球みたいな感じ言ったら、スイングあのラケットスポーツで言ったら卓球みたいな感じこの感じでやってるの。なるほど、なるほど。まあ、自分の体がそういう特徴もあるから、ちょっとやっぱり手も長いしさ、うん、手も長いしパワーあるし、はい、こうバランス的にもこういう持っていくのが、はたいくのが結構得意、そう、そっちは楽だから。だからここの速い時ってそう小さくして、全部が速いペースにはならない。やっぱり試合だって一回こうペースをお互いにこう様子を見て落としたりするじゃん。はい、うん、します。だからその練習の中で、はい、やっぱり。
そういう展開、テンポの速い選手と対応していくには、ベースライン、多分やってるか分かんないけど、多分やってると思うんだけど、ベースラインよりも下がらずにパパパパラリーするとか、そういう人やってるんですよ。まあ、意識的には。あ、そうね。だから、あえて設けて、もう絶対ベースラインよりも下がらないようにしとかやってるんだ。ちょっとテンポ。だから、ある意味、深いボールはもうノーマルでカットしていって、下がらない。まあ、そしたら、触れないですよ。こっちに行かない。そう。でも現実、やっぱりテンポ速くなったらそういう風になってくるから、あ、なるほど。どうしても自分のこうベスト、毎回ベストな形で入ってプレーなんて絶対できないから、そういうあえてもうちょっと大げさなぐらい前でやるっていう練習は入れてもいいかもしれない。なちょっと球出しちょっと再現してもらっていいですか。ていうかラリー一回やってみる、それで。あ、お願いします。めっちゃいいっす、これコンパクトに、結構コンパクトになるし、なんかこの動きがさ、めっちゃ大事速くなってると思う。はい、しかもある程度速いボールで、はい、だからそういう感じでもこう前を意識している練習だから、前で合わせるっていう練習で、やっぱりゆっくり来たボールも自然とこう中に入っていけるようになるから、うん、こういう練習を意識的に、はい、まあ、今本当にベースラインから下がらなかったけど、ベースラインの時はちょっとこう下がって絶対まだポジションもあるんです、うん、そういう風にやっぱりあえて自分から速い相手に対してもこうちょっと自分にこうストレスかけていくっていうのはいい練習だと思う。いや、もうここの使い方上手くなるんですか。はい、今のこの使い方がそうやっぱで、体の連動的に、うん、あのやっぱりトレーニングとかもいろいろやってると思うし、うん、あの感覚、フィジカル的な感覚あると思うから、多分調整できると思う、自分で考えながら、うん、結構やるでしょ。やります。意識してだからそういうタイプだから、ちゃんとそう環境だけセットすれば、俺もそうなんだけど、自分でこう自分の感覚でこうやっていけるから。なるほどちょっと逃げるとかあると思うからうまくできると思う。こういう練習入れればいい。いや、これめっちゃいいですね。でもやっぱ難しいなと思って、やっぱこの面の作るところですよ。そこなんだ。でもそれ慣れだから、うん、慣れ。やっぱりさ、そういう環境に置けば絶対こうやって人間って合わせてくれ、うん、いく能力あるから、はい、で、あとはもうこの感覚のどこでこう力を抜いてうまくいなそうかとか、やっぱ全部が全部100ってこうバーンとぶつけるだけだと絶対ガシャったりとか、強すぎてオーバーとかするから、はい、やっぱりさ、テニスの試合ってさ、全部が全部同じ力でいけないじゃん、うん、理想の自分が望んでる力で。そうですね。だから抜きながらもいかないといけないし、だからそのここの感覚っていうのは本当にたくさんそういう場面を自分で設けてやっていくしかない。なるほどでもそれやってると、やっぱりこう上とやっていく中で、多分、
レベルについていけると思うので、うん、まあ、引き出しの多さにもつながるし、そう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 、でミスヒットも少なくなってくると思うし、はい、だって時間のない中で合わせるって結構至難の技って難しいじゃん、うん、だから普段からそれをやっていくことで対応できるとですね、そしたらよりフォアがあのパワーも上がるだろうし、はい、テンポも上げて、うん、かつやっぱりこう精度の高いスピーディーなショットを打てると思う、はい、なるほどです、ありがとうございます。いや皆さんあのめちゃくちゃ今いいアドバイスいただいたんですけど、本当にこうやって、まあ、普段と違うリズムとかタイミングでまず打つ練習を、まあ、自分で考えてやってみる、今僕はこうベースラインの中に入って打つ練習やりましたけど、まあ、他の場面でもいろんなことも考えられます、うん、やっぱ自分で考えて、まあ、そういうことをやるのが、まあ、試合での試合って相手が自分を崩すためにいろんなボール打ってくると思うので、まあ、そういった時に、まあ、対応できる、でそれ対応して、まあ、苦しい時を、ね、しっかりこう耐えることができていれば、まあ、自分の流れがしっかり作れるようになると思うんで、まあ、その時には、ね、自分のプレーをしっかりしていったらいいと思う、思いました。いや本当にいやちょっとこのフォアをちょっと取り入れて明日から練習頑張ってみたいと思います。ちょっと頑張りましょう。ありがとうございます。日本リーグ頑張りましょう、はい、です。日本リーグが ね, 日本リーグあるね、そうあとね、10日後ぐらいですかね、はい、ちょっとそれぐらいあるので10日間あればね、だいぶ感覚も良くなると思うんで、全然変えていけるよね、10日あればね。その技術を完全に良くするっていうのはちょっと多少時間かかるかもしれないけど、でプロってさ、その正直素人とプロだったらどっちがはるかに成長変化が目に見えるかって言ったら絶対に素人なんだよ、うん、プロになっていけばなっていくほど変化って薄くなるじゃん。本当に1年経って本当にあの例えばあそこのダウンザラインが良くなったよねとかそういうレベルの話にもなってくるわけだ、はい、そうだからプロの変化って本当に微々たるもんだけど、うん、そういう細かいところを日々やってれば、うん、やっぱりその小さな変化でも大きく結果につながってくると思うから、はい、そこはやっぱり春もう明らかに変化しますよっていうのは、うん、多分ね絶対にないと思う、うん、やっぱりテニス歴も長くなるしやっぱり体も出来上がってきてるしある程度は、うん、もちろん伸びしろあると思う、もちろん伸びしろあるんだけど、はい、だけど変化っていうのは絶対にこう素人からプロになっていくにつれ少なくなるっていうのは事実だから、これはもう視聴者も上手い人はそうだと思うので、なるほど、そういう考えは あの頭の隅っこにあった方が、うん、なんか伸びねえじゃなくて実は変わっているところを見落としてる人はいるんで、なるほどなるほど、そういうところにもしっかり気づいて、はい、自分はどこが上手くなっていてどこがもう少し足りないとかそういうのもちゃんと感じながらやることが成長につながるので、うん、はい、はい、意識して頑張ってください。ありがとうございます。ということで皆さん一緒に頑張っていきましょう、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。松尾さんの YouTube チャンネルも、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。さよなら。